フォートナイトがね、今ね、一部のアイテムたちにね、ちょっとね、すごいミスをしてるんよな。こういう普通のスキンって、シーズン9で導入とか、チャプター2シーズン2で導入って書いてあると思うんやけど、なぜか、チャプター2シーズン1に導入されたアイテムたちが、全部ね、チャプター1シーズン1で導入になってるんや。しかも、バックアクセサリーも同じことになってるし、ツルハシも同じことになってるし、もちろんね、グライダーとか多分コントレールとかエモートとかも全部ね、そんな感じで抱えてると思うな。しかもこれ何がすごいかって、これチャプター1シーズン1に追加されたスキンなんやけど、チャプター1に追加されたアイテムって全部ね、チャプター1シーズン1に導入とか書かれないで、普通にシーズン1で導入って書かれるんや。だからもうありえない記載のされ方してるんや。まあ、そんな感じで今ね、チャプター2シーズン1で追加されたアイテムたちが全部ね、チャプター1シーズン1っていうね、謎の文字に入れ替わってる。なんていうの、まあ、入れ替わってるっていう。